サウルとダビデは、カール・ニールセンが作曲した四幕形式のオペラ。アイナ・クレスチャンスンによるリブレットは、旧約聖書のサムエル記から取られた。サウルが若きダビデに嫉妬する物語を扱う。初演は1902年11月28日に、コッペンハーゲンの王立劇場で行われた。本作はデンマークでも、屈指の重要性を誇る劇場向け音楽作品で、 あるが非常に劇的なエピソードが長さではマサリ勢力では劣るシーンにより隔てられている箇所が多いため上演には困難を伴う。合唱の場面が作中のハイライトであることは間違いない。劇的かつ叙情的な音楽はあらゆる高機ロマン派の影響を受けていない。しかしながらこのことにより本作が未だ広い人気を獲得できない理由が 説明されるのかもしれない。カール・ニール・セン、1931年にストックホルムで行われたサウルとダビデの公演にて、音楽の制作は2年という期間にわたってややゆっくりと進められた。この時期の一部にあたる1899年12月から1900年6月の間にはニール・センはローマに長期滞在していた。 1901年4月に書き上げられると、作品は、採定を受けるために、王立劇場へと提出された。指揮者のヨハンス・スベンセンは、隅々にまで自立した才能ある、芸術家の刻印を有する非常に興味深い作品、でありその作曲家は、明晰さと革新をあらわにしていると言及し、このオペラは早期に上演されるべきであると推薦を、行った。 1902年11月28日の初演は、少なくとも一部の聴衆には、熱狂的に受け入れられた。複数名の評論家が、作曲者の友人や支援者らの一団による、成山の拍手について語っているからである。ポリティケン・オガミのビリアム・ビー・アント・ワニール・センが、強い自信と極めて自然な熱意を持って、演奏を指揮したと述べる一方で、この作品が、将来の公演でも、 同じだけの熱狂を集めることができるかどうかについては疑問視している。他の複数の評論家が指摘するのはその公共的、扱い、冷静な劇的手法、大規模な合唱曲から、本作はクラシック音楽の感覚ではほとんどオペラとは呼べず、オラトリオにより近づいているということであった。ニールセムの生前には、サウルとダビデのコペンハーゲン公演は、わずかの回数しかなく、 ドレスデンやウィーンで本作を披露しようという彼の努力も虚しく国外での初演が叶ったのはようやく1928年のヨーテボリでのことだった。ヨーテボリ公演の先週楽を自ら指揮したニールセンは自身の雑記帳に評論家から熱狂的に迎えられたと記している。英国初演は1977年2月にロンドンでユニバーシティカレッジオペラ協会によって行われた。 サウルと彼の兵たちはペリシテ人との戦の前に神への生贄とすべくギルガルでサムエルの到着を待っている。しかしサムエルが国言までに姿を見せないためサウルが自ら生贄を演じることとなる。そのすぐ後に到着したサムエルは王の行いを非難し神はサウルを呪うだろうと宣告する。サウルが後悔するもサムエルの態度は揺らぐことなくサウルは 絶望に陥る。ヨナタンの友であるダビデが自らの歌でサウルを威武する。ミカルとダビデは恋に落ちる。ダビデとサウルアンシュとユーセフソンが1878年、アブネルがサウルのために歌うダビデを遮り、ペリシテ人の大将ゴリアテが戦いを申し込んできたことを告げる。サウルはゴリアテを打ちまかした者は誰であれミカルを手にすることができると約束する。 ダビデが挑戦を受けて成功する。サウルはダビデが受ける追従にたちまち出頭を催し、ダビデは王の怒りを免れるべく逃亡する。ダビデとアビシャイは皆が寝静まった頃合いにサウルの陣営を訪れる。ダビデはサウルの槍と水入れを取り、自分が王の側まで来ながらも危害を加えなかったことを示そうとする。 彼は丘の上から叫んで陣の皆を目覚めさせ和解を懇願するが到着したサムエルによって未遂に終わる。サムエルはダビデが新たなイスラエルの王であると性別して生きたエル。サウルの妬みは再び燃え上がり、ダビデはミカルと共に姿を消す。サウルとアブネルはサムエルの魂を死から蘇らせてくれるようエンドアの魔女を解き伏せている。サウルはサムエルに 対ペリシテ人での協力を懇願するが、サムエルは、神がサウルを見捨てたのだと述べ、サウルと彼の息子たちは、全員が火が変わるまでに落命すると宣告する。続いて、戦闘となり、ヨナタンが致命傷を受ける。絶望したサウルは、自らの剣の上に崩れ落ちる。人々はダビデが自分たちの新たな王だと喝采を送るが、ダビデは、サウルとヨナタンの死により、失意に沈むのであった。 ありがとうございます。